どんな話していますか？はい、どんな話しましたか？やっぱツアーの話ですよね、去年の。まあ、僕の話してる。違う、聞こえないじゃないですか。多いから聞こえないじゃん。そうですね。あの食べ物の話しましたよね、はい、僕たち違う話してみましょうか。はい、やっぱ去年のツアーって言えば5人で温泉旅行行ったことが初経験でしたので、また今回機会ができれば行きたいと思いますけど。はい、大きいです。わあ、拍手。すごく温泉行きたいな、皆さんも。温泉旅行ってそんなに記念することか。皆さん温泉好きですか？僕も好きです。はい、まあ今も勉強していると思いますけど、そして5人全員頑張ってると思いますけど、日本語の話ちょっとしてみましょうか。去年なんか各地を回りましたね。はい、方言とか最近覚えたことありますか？あまり記憶ないですけど、トークはなんでやねん、好きやねん、行くねん、シャイニーバーイとか、シャイニーバーイ、これはそれが全部ですよ。ステージの話してみましょうか。やっぱりさっきのクラブステージとソルステージを話したいですけど、はい、皆さんまだ覚えてますか？どんなステージが一番良かったですか？聞くんだ。やっぱり。じゃあキー君のステージじゃなくて、その次はどんなステージが一番良かったですか？キー君の。しましたか？そうテミ君は韓国でリリースしたソロアルバムの曲を歌いましたね。はい、僕はダンさんに、はい、初めてソロステージを見せてあげましたけど、どうでしたか？オリジナルバージョンと少しアレンジして。そうです同サイズで、はい、少しアレンジして銃とかいろんなものを使って作りましたけど、皆さんがどうやって考えてるかな、出るかな、わからないですけど、どうでしたか皆さん？ありがとうございます。はい、そしてもうキサンのソロはボントシャイン今までなかった曲。はい、どこのアルバムにもまだリリースされたことがないオリジナル曲ですけど、はい、ここで拍手。はい、初めてなんかデモっていうかガイドというかあれ聞いて、僕が思ったステージとぴったりだと思って、この曲使ってもいいですか？あ、作曲家ここにいますけど、どこかに。そうですか。マイケル誰々ですけど。マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンじゃない。マイケル誰々ですけど。はい。オリジナル曲っていう話でした。そしてもうみんなそれぞれソロステージがありましたけど、そのステージのため全力で準備しました。はい、はい、そして次もいろんなステージを準備するから、皆さんぜひまた来てください。なんで来ないかなね、今そろそろ来る時間ですけど。なんでまだ来ないかな。みんな早く来て。自分で言うなよ、かっこよくなったって。何ですか？ジョギャンでございます。これはただいま。
ない。じゃあ、シャッキー、いくでござる。じゃあ、みんな、かっこよく着替えたから、皆さんの近くに行ってみましょうかい。はい。